盆栽は人間の手を借りて増えていくわけだ、うん、植物は自然の摂理によって生えていく、うん、人間だって頑張んなきゃ子供はできねえからな、うんうんうん、な、うん、それと同じなのよ。何を要するに何にするかっていうのは選ばなしなの。自然のままほっといたってモミジなんかは芽は出るわな、うんうん、だから未生だったら自然のまんまで、うん、畑でもできるわな、うん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 、だからさまざまな苗木の育て方があるわけだよ、うん、何を育てるかというところでもうまず第一段階があるような、うん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 、そうするとあなたが私に聞かんとしたことは松の話じゃないかと。松の苗木、はい、きっと中国だって松の苗木ぐらいしかまだ作ってないんじゃないの、うんうんうん、化粧場とか、うん、松とかやっぱり売れるもんからやっぱりそうだよね、うん、当然売れるもんしか作らないしね。そうするとまさに化粧場とかああいうものは変わり物だよね、うん、変わり物、うん、な変わってるから金になる、うん、普通の山もみじじゃ金になる、なんだそうだな、だから変わり物作る。だから我々もさつきだって進化の一番新しいもの作って初めてお金になってくわけだ、そうだね、うん、苗木だって同じよ、うん、私たちが御用の御所を作った時には四国の御用の御所しか種はまかなかった、うんうん、四国の御用の御所が一番多くの盆栽人に評価が高かったから、うんうんね、それで御所はだから四国の種、うん、そして地域は八つぶさという特殊な、うん、御用の種類の芽をついて増やしたわけだな。そしてそれは何をもってそうしたこと、今まさに言った通りそれが要するに苗木として多くの人に好まれたってことです、うんうん、たとえ未生の御用松にしたって、うん、苗木で売れた、うん、8年経つと四国の未生苗を植えたんだよ、うん、あれとあの頃、うん、8年生せいぜい幼児ぐらいですよ、うんうんうん、8年の未生だとな、うんうんうん、まあ、うんうん、そういうもんでも売れた、ね、うん、それはだから今考えてみると盆栽のあるいは復興期だったかもしれないね、うんうん、すでにしかし旦那衆は盆栽、うん、古いものしか盆栽って言わなかった、うんうんうん、苗木なんか、うん、ってなもんだよな、うんうん、そんな時に、まあ、一面では苗木を作りながら商売にしてた、うん、ね、だから苗木を作り育てるということは、うん、要するに人間が成長して育つ第一段階として人間が育つのと同じだけのことが要求されるってこと、うんうんうん、まあ石原慎太郎かな、誰かな、うんうん、日の当たる坂道かなんかって映画があった時に俺はびっくりしたんだよね、うん、その時中学校だったけど、うん、自分の旦那はなパーマ屋のあの親父で男っつって魅力がねえんだよ、うん、将来性もねえんだよ、うんうん、しかし愛してるんだよ、うん、な、うんうん、それでそのお母さんって人、要するに主人公の親、うん、お母さんっていうのは、まあうん、あまあそれなりの人格の持った、まあ、あ要するに、自分の今で言えば職業人のトップいたわけだよな、うんうんうん、この男の種じゃダメだと、うんうんうん、もっといい種を産まなきゃダメだとうん、うん、本当にそういうの選んで、あ、なるほど、もちろん縁があってそういうことになるのが大したもんだよね、うんうん、その子を産むんだよ、うん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 、それが、まあ、その映画の主人公の石原裕次郎なんだよ、あ、なそういう映画なんだよな、ああ、その時にね、やっぱりいい種作るということはもうすでに人の感覚の中に存在してるってことだよ、うん、だ動物が全てそうでしょ、動物がやっぱり強い男と、うん、そうそうね、強い男に取られるっていうのはやっぱりいい子孫を残すためにだよね、これは、うんうん、だからただ単のな、うん、あなたが言ってる苗木というのは、うん、若いものを育てるというそんな単純なもんじゃないってこと、うん、今なそれだけの苗木を作るためにこれだけの話があるってことだよ、うん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 、だそこはやっぱり人の経験と知識とそれとまあ
将来性というかな、さまざまなものを吟味した上で、うんうん、苗木は作んなきゃなんないわけ、うんうんそうですね。それでその作った苗木が今に売れる。今にも売れるし将来も楽しみがあるという、うんうん、そのくらいのことを考えて苗木作んなきゃダメだってこと。そうだね。そして苗木を作り始めて、あなたが私に聞きたかったのは、それを立派な盆栽にするためには苗木のうちにどういうことを考えておけばいいかということを聞きたかったんじゃないの。そうですね。将来こう、みんなその通販でそういう安い素材を大量に買って、で今は確かにこう花咲いて綺麗だなとか、それは楽しいと思うんですけども、それが本当に将来こう大きくなっていった時に、果たしてどれぐらいの人がこういう本当のこう盆栽の道だとか、あと禅とか、もっとこう深いこう経道に代表されるようなこう日本文化っていうところまで、どうすればみんな興味を持ってくれるのかなと。あんた大前提がまずできてない、盆栽と鉢物の園芸とどう違うの。じゃあ僕、朝顔とさつきの刺身ってどこ違うの。もう最初のスタートから違いますよね。草花で、もう1年で終わってしまう。そうそれからさつきはずっと育てればしっかり、そうもうそこの違いあんたできてないんじゃないの。言うとおりで。なるほど、確かに。そう、物が違うんです、ね、盆栽は違うのよ、さっきのあの種付けじゃないけど、最高の種をめっけて、そこでね、子供作ろうっていう、ね、奥さんがいたという話したでしょ。同じなのよ。作る前なんだよ。人間の頭でそれは計画練んなきゃダメよ。どの苗に作るか、何作るか、そういうことだね。盆栽の将来性を見据えて何が今いいか、これ抜きにして何でも言ってあげにいかないですよ。そうだ、将来性のないものに自分の力とエネルギーを添えたって何の意味もないです。そうそうそう、無駄だろ。あなたが今その苗木が売れてるって言うで、そういうものが売ってて不安を持ったってのは、それは園芸、鉢植えとして成立してるんだろ。そうですね。それは盆栽として成立してるんではない。それは最初からも違うのよ、道が。